笠田職です。今日はですね、いろんなアンチコメント、応援コメント、いっぱいたくさんある中で、いろんなコメントを拾ってですね、今日はコメント返しをしていきたいと思うんですけれども、それでは早速やっていきましょう。まず一つ目、プロ野球に関わらないでほしい。全力で関わります。残念。だって、このチャンネルそうだもん。野球のこと言わないと。ね。なんでプロ野球に関わってほしくないのかの理由が知りたいかな。まあ確かに悪いことしたっすけど、いたことには間違いないですし、関わらなかったら、なんだろうな、関わっていいっすよね。でも OB とかもね、野球解説とか出てるんでね。ね。一緒っすよね。確かに。別にだって、犯罪者って言われようが、ヤクルトの宮本さんだったり、侍ジャパンの監督務めた小久保選手だったり、犯罪を犯してますからね。書類送検で清原さんもね。あ、まあ清原さんはまあね、応援コメントもいつもね、すんごいのまあということで、関わってほしくない理由、関わります全力で。いやって、笠原関わんな、やめろって言われても僕はやめません。次は真面目なコメント。選手より審判の方が年上のケースがほとんどだと思うんですけれども、際どい判定の時に敬語で抗議するんですか？基本的に選手は敬語です。そして審判はタメ語の時が多いです。舐めてますね、審判。審判ほんとすかん。なんであんな、なんか。上からというかね。上から権力ありますよ、的な。なんなん、誤審多いくせに。まあ人間だから誤審多い。誤審は仕方ないですけど、それはお互い敬語使い合ってさ、まあ、敬語使う審判もいますけど、態度が気に食わないですよね。一回その西武ベンチがヤジを飛ばしたんですよ、審判の判定に。そしたら球審の真鍋か誰かが詰め寄って、西武ベンチに、誰や今言ったやつ、出てこいみたいなこと言ってたんですよ。いやいや、ベンチまでそんな行かんでいいけんみたいな。まずで、選手になんかうらーとか言ってる審判いるじゃないですか。もうあれもうんこあれうんこ、やめてください審判。まあでも立派な審判さんもたくさんいらっしゃいます。笠原さんのサインマジ欲しいです。どうやったらもらえますか？絶対いらないです。サインとかいつでもあげますし、なんだろう、いらないでしょ。本当に欲しかったら DM ください。目の前で書きに行ってあげますよ。あ、その企画いいかもですね。確かに DM くれた人、笠原が東京都内に限り目の前に書きに行きますっていう企画やりましょうか。笠原からホームラン打てたら、笠原からホームラン打てたら賞金みたいな企画が見たい。ホームラン5万円参加費で1000円取ろう、わら。アマチュアでも社会人や大学のすごいやつ出てきたらさすがに打たれる。さすがに打たれますよ、さすがに。そりゃ言ってみたら僕の今の実力からしたら多分中学生レベルなんで、中学生のいいピッチャーぐらいなんで、全然ホームラン打たれますけど、それいいかもね。参加費は、なんだ、復興にっていうか何イメージアップ図ろうとしてんの俺別に、ね、そんなお金はいらないんで、打ったらいくらとか別に全然いいですし、俺の肘が持つ限り投げますし。ホームラン5万は安いんじゃない？ 10 万ぐらいでいいんじゃない？ヒット0円、ホームラン10万とかでいいんじゃない？次行きましょう。出てくんなよお前、勝負する。ん？出てくんなよってどこに？ YouTube に？だって YouTuber だもん、出るよそりゃ。みんなじゃあその応募してもらって企画に。あ、確かに勝負するって野球を全然いいっすよ。勝負してくれ逆に。ストライク投げると思ったら大間違いぞお前マジで野球もデッドボールも野球の一つやけんな。言葉はちゃんと考えて書きましょう。まあでもね、アンチコメントを見るの超俺好きで。笠原さんが入団した時に一番すごいと思った選手は誰ですか？当時3番小笠原さん、4番ラミレス、5番イーストンヨブだったんですよ、ジャイアンツ。2009年から、はいはいはい、もう連覇してた年。もちろん全員すごかったんですけど、小笠原さんのミート力で、ラミレスのパワーで、イーストンヨブのなんだろう、イースンヨプもパワーっすかね。なんて言うんだろうな、小笠原さんはホームランバッターよりアベレージヒッターね、対応力がすごい。ラミちゃんは、ラミレスは、パワー、もうザ4番っすよね。イースンヨプはセンスの塊プラスパワーを兼ね備え、もうその3番4番5番がすごすぎたっす。すごすぎましたね。345、あの345はやばかったっす。あと太田大志の上半身の筋肉の凄さ、あれは18歳じゃなかった。はい、次
笠原賭博してなかったら今の読売中継ぎで活躍してそうやな。今30歳中継ぎ、どうかな。正直あの野球賭博をして辞めたからっていうわけじゃないんですけど、最後の僕がいた年2015年はもう衰えを感じてました。僕は正直練習もそんなしてなかったですし、めっちゃ打たれてたしという中で活躍はしないと思いますね。戦力外通告かトレード出されてた、そんぐらいの実力だったと僕は思います。マジで、丸売りに消されるんじゃないか心配になるレベル。そうですか。まあ僕がこうやって YouTube を更新しなくなったり Twitter とかインスタを更新しなくなったらそうやって思ってくださいね。まあでも今の時代どうだろうな。まあでも全然ありえるんじゃないですかね。まあそれ覚悟で YouTube やってますので、まあ更新がなくなったら、笠原死んだ消されたと思ってください。はい、いらんこと言うからカトパン結婚してもうたやんか。カトパン、カトパン、清田と対戦したらどうなりますか。いやさすがに打たれるんじゃないですかね。10打席勝負したら 3回4回は打たれるんじゃないですかね。打たれると思います。僕右バッターに弱いですし、普通に清田さんはいいバッターなので普通に打たれると思います。はい、巨人は紳士であれの真逆を走行する笠原チャンネル。まず紳士って何っていう、紳士タレでしょ。紳士であれか、まあ紳士タレなんですけど、本当はなるべく紳士でいいよって意味じゃんそれ。紳士タレ、そうだね。昔の巨人の清原さん時代とかね、すごく試合終わって飲み行ったりとか、それも紳士なのかな、紳士じゃないのかな。どう、紳士って何、まず。まあクラブで暴力行為する人もいればね、全然いますよ。警備員殴っちゃうメジャーリーガー帰りの巨人に入るような投手もいれば、紳士って何っていう。髪型ヒゲとか関係ないっていう、マジで古臭いんやって、考え方が本当に。以上。巨人は割と真面目に笠原氏をスカウトとかでもいいから迎え入れてほしい。賭博で鍛えた目は本物だ。このなんかの動画で言ったけど、本当にねスカウトする選手をね、その見極める能力が俺本当に自分でもあると思うんですよね。まあスカウトがしたいっていうわけじゃないんですけど、この選手は将来性ないとか、だから言ってみたらそのドラフトっていうかね、そのなんて言うんだろうな、謎に無駄なドラフトってあるじゃないですか。なんでそういうのが分かんないのかなっていう、その野球プロでさせてみて結果が出なかったから無駄って思うより、そのまず球団に入れる前からその素質とかって見分けないといけないじゃないですか、スカウトって。だから巨人はね、そのドラフト下手だ下手だって言われてますけど、スカウトが下手だって言ってるようなもんですから、それ本当に下手くそっすね。この前の動画でも挙げたその青森山田高校の堀田健信も怪我を隠してとか、その投げさせてみればさ分かる話じゃないですか、本調子かどうかとか。でそんなのもね見極めないでドラフト1位取ってとかね。まあ一番そのソフトバンクがドラフトうまいかなと思ったのが、そのまあもちろん育成で下位、千賀を取って素質があって伸ばして、ね、日本代表のバッテリー最優秀バッテリーも取ったね。そういう最優秀バッテリーまで育て上げたホークスとかうまいんですけど、やっぱ王会長がでかいですね。ドラフト柳田選手、当時ねその千賀とか甲斐とかのドラフト2位が、あのドラフト1位が今中日の山下綾継っていうやつがドラフト1位で、ドラフト2位がその広島経済大学出身の柳田。本当は秋山翔吾、メジャーリーガーの秋山翔吾か柳田だったんですよね。でまあどっちも活躍したんですけど、王会長が一言ホームラン長距離を打てるバッターを取ろうっていうことで柳田を取ったらしいんですよね。まあ秋山翔吾がホークスに行ってたらどうなってたのか分かんないですけど、まあ柳田選手を取って正解だったとは思います。まあ、そういったねそのドラフトで伸びる選手、まあ、やっぱ大学社会人上がりのドラフト1は即戦力なので、まあ気にしなくていいと思うんですけど、それこそその時にドラフト1にとって山下綾継をなんで育てなかったのか、伸ばせる方法がもっとあったんじゃないか。で高校ドラフト1位が山下綾継で、今支配下選手のドラフトが終わって育成枠で甲斐選手で、甲斐選手は一番下の指名だったんですよ。それが同い年の高卒のキャッチャーで逆転してしまったっていうことなんですけど、まあ難しい世界ですよね。まあちょっと話は逸れてしまいましたけれども、まあドラフトの時は僕が選手の能力を見ながら、この選手を取った方がいいっていう選手をピックアップして、今度は動画を出してみたいと思います。
ドラフトの時に生放送とかもおもろいかもしれないですね。あ、いいですね、やりましょう。やっぱ笠原面白い、野球系 YouTuber で一番。全然全然、僕はただ他のね、チャンネルはぶっ飛んだことを言えないと思うので、ダルビッシュさん、里崎さん、片岡さん、あと高木豊さん、あと上田さんとかね、あと誰がいるっけ、野球元プロ野球デーブ大久保さんとか、あーデーブ大久保さんとか上原さんとか、まあいろんなチャンネルあるんですけど、やっぱぶっ飛んだ裏側とかそういうのは僕しか話せないでしょ。だってみんなやっぱ野球の仕事とかあるし、悪いイメージをつけちゃダメだから。確かに。アウトローっていうんですか、その辺は笠原チャンネルにお任せください。うん、以上ですかね。ということで今日は米返しをしてみましたけれども、まあアンチのコメントだったりいいコメントだったりたくさんあるんですけど、僕はどっちとも大好きです。アンチコメント見てね、その自分にしっかり受け止める部分もあるし、なんやこいつと思う部分もあるし、いろんなコメントこれからどんどんください。はい、今すぐこの動画ね、 見終わってもうここまで来たらもうね、もう切っていいから、もう動画 見なくていいからコメントして、うん、それでは次の米返しまでお会いしましょう。野球しようよ、コメントしようよ、バイバイ。どうも笠原翔輝です。今日はですね、皆さんにご報告があります。自分ね、東京ギャンブラーズっていう草野球チームを、活動してるんですけれども、笠原杯という大会をちょっとね、東京都内で開催したいと思うんですけれども、概要欄に、メールアドレスを貼っておきますので、そこに参加したいチームはぜひ参加したいですとメールを送っていただければ、詳しい詳細など担当の者からメールの返事が来ますので、ぜひ応募してみてください。一緒に戦いましょうと、東京ギャンブラーズ笠原翔輝投げますので、対戦したい方はどしどしと応募してください。はい、ぜひ笠原翔輝と勝負しましょう。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。